Silva versus Fujita Kazuyuki. This is open weight tournament, okay? No elbow attacks, no head rock chase, but I'm going, okay? Three guys, three guys, three guys. Okay, たまりません。うわー、うなずきました藤田。さあ、これからあいつを、これからシウマを殴りに行こうか。向いてね。ドリを取ります。バンダレシューバー完全にスイッチ入ってますよ。うわ、そうですか、はい、いやもうまあよく一緒練習してるんでよくわからないんですけど、これスイッチ入った状態ですね、はい、目離せないよ。すごいですね、うん、もう瞬きなるべく控えてください。まだしかし一つも攻撃出していません。しかしこの緊張感です。すごい空気感、すごいね。こちらがもう緊張してしまいます。ここから見るとしかし体の厚みは藤田が一回り二回り上回っています。藤田100、うわ、左のハイキック、ストレート、ドライバーさん逆転、膝が入った、膝が入って藤田、しかし藤田が入って、どうも110度、バッハロー、バッハロー取られた。いや藤田まだ目を開いてる、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 すごい、すごい、もう目はしっかりと生きています。さあ倒せるか、もうすごい、あ、今度は逆ですね、あっさり抑え取りましたね、はい、うん、今よく取ったね。そうですね、気持ちいいですね、気持ちいい。いやいや、相当食らってましたよ、食らってた、食らってたけど、もう気持ちだけで巻いてましたね。小見選手、はい、入ってましたね、パンツ自体は。そうですね、さっき尻もついちゃったので、ちょっと正面に走っていっちゃったんで、これで落ち着いていければいいですね。おー、これ上島にすぐ移行しようとして動く動く動く、あ、しかし3回目を返したダブライト、この太い藤田の腕、首が決まるのか、十字か十字か、そうですね、十字は危ないですけど、いや危ないですね、肘が半分伸びた、おいおいおい、ちょっと上げるか上げるか、上げる上げる上げる、いや、しかし効いている効いている、いや、抜けます抜けます、抜きますか、はい、角度がちょっと悪いね、藤田なら抜くはず、まだ、そうか、藤田です、なんと言っても今抜こうとしてる、いや、しかし肘が逆に曲がっています、曲がっています、顔がちょっとね、体をしかし寄せてくせるか、今角度良くない、ポイントはずれているかどうか、ちょっとずれてるんじゃない、しかしキャッチボールが入っています、うおー、しのぎました、しのぎました。だけど、シューバー選手もよく取りくるね。そうですね、今のはもう落ち着いてないとできない動きですからね、佐藤さんが藤田なら抜くって言いましたね藤田だから抜くって言いましたねハートで抜く、そうですね、いやいや、会場から自然発生で藤田コール、そして終盤コールもそれに応じて答えてきます、聞こえてきます。本庁、ここからまた仕切り直しですかね、もう戦いは、ね、うん、いやいや、もう期待にたがわぬ、いや想像以上の戦いです。あ、しかしまたもう一つです、すぐに返してくる、おー、最後取る、そして上塩が膝を入れたいか、膝を入れたいか、うまく逃げるね、いや、すごい攻防です。さすがにでもしっかり寝技やり込んでますよね、シューバー選手は、うん、対応がうまい。吉岡さん、こう会場のこう反応が違いますね。そうですね、もう本当に皆さん、ね、もう熱気がこちらまで飛んできて、すごい体硬直します。戦ってますよ、はい、会場のファンの皆さんも。はい、パスは、はい、パスするときに足を担ぐんですよね、担いでパスするのをそれに合わせてバンダレは十字三角狙いに来てるんで、でもそれも藤田見切ったと思うんですよ、だからもう来た逆に十字に来たところをそれを肩で跳ね返しながらお腹を出しながら相手の横にサイドを突くっていうね、動きを先やってましたんで、すごいですね、これですよね、これで担ぎのパス、はいはい、あ、まあ今言いましたけど、右手をこう入れようとした動きそうですね、でも最初の怒涛の攻めのあのタイミングでよくタックル取ったね。そうですね、まあ、それもまず圧倒的に打たれ強さがあるっていうことなんでしょうけども、やっぱり長い間厳しい、ね、練習の中に染み込んでるんですね、あの動きは考えてもできませんからね。そうですね、うん、
あ、ここはシンプルポジション、アクション。実はあのマルコのところでずっと合宿を張ってたんですけれども、もう想像でする練習をやってるらしいんですよね。かなり追い込んでやってるらしいんですよ。だからやっぱそれがもう、もう何ですかね、自分の中の気持ちの礎になってるんですよね。なるほど。あ、今も強い鉄を落としていきます。重い拳だ。ボディにパンチ、今度は顔面。会場のプライドファンもそれに呼応します。これ反対の対戦になるとシューバー選手うるさいですからね。そうですね、パウンド強いですから。シューバーはここはしのいでいるという展開か。ただあの腕をシューも抱えてるじゃないですか、あそこから結局どんな動きでもできるんですよね。だからただガードの中に入ってる、上になってるって言ってもやっぱガードの中なので、ちょっと藤田も注意しながら攻める。ここはブレイクになります。まあ、伏線を張っていたということです。あ、これ藤田選手に今イエローカード、お互いにですか。まあ、この戦いでアグレッシブにって言われてもというところですが、ここでやはりここですか。そうですね、はい、動きの際の部分をやっぱ気をつけたいですね。藤田のこの表情です。すごい鬼人の表情です。やはりご覧のように藤田と重なると体が一回り細くは感じます。まあ、唯一の90キロ台、今回の2回戦の無差別級グランプリ出場者の中ではです。バンダレーシューバー 99.7キロ、藤田和幸は107キログラム。シューバー選手連続性の攻撃が怖いですね。止まらないですからね、はい、ここまで日本人負けなしです。藤田の額が赤く出血しています。まあ、これが日の丸を額に背負っているようにも見えます。右のフック見えています。左のインローを放っていきました。もう一つ右のローキック。ゴミ選手でもシューバーも自分から無理にこう出ていくということはもちろんないですね。うわ、ぶんまず返した。カウンター狙ってますね。そうですね、シューバーのカウンターからの、そこからの回転の速いパンチっていうのがすごい得意なんですよね。まずカウンターできっかけを作ったその後のラストですか。そうなんですよ。まあ、過去何人もその餌食になって、おー、バックハンドブローまで出してきます。テクニシャン藤田です。距離が近い。やっぱり藤田選手もこの距離からのまっすぐのタックルとのシューバー選手切るのうまいから、はい、うん、仕掛けてきませんよね、うん、膝も待ってますしね、うん、左ハイキックをそのままの位置でギリギリで見切りました。体をほとんど動かさず左フック、お互いでスクーを切ります。やっぱ打ち合い接近戦の中でのテイクダウンを狙ってるんでしょうね。残り時間3分、残り時間3分、1ラウンドの10分は残り時間3分切っています。うお、飛び込んでもストレートに来ました。さあ、サイドフックだ、ぶんます、ぶんます、答えるか、やはり答えるか、もらっている、もらっている、しかし崩れない、沈まないですが、一切顔を背けないからね。そうですね、いや、なんともなかったかのように立っています、藤田。いや、本部長、肉体的にももう全く、まあ、日本人が劣っている、そんなことはこの人には当てはまらないですね。そうですね、まさに日本人離れした。そうですね、ボディの持ち主ですから、ね、はい、右のストレートにつなげます。まあ、まさに吉岡さんがそれ、はい、オープニングで言っていただきましたが、はい、本当にもらってる、当たっているのにビクともですもんね。本当ですね、もう体格もそうだと思いますけど、はい、精神的にすごく強い方なんじゃないかなと思いました。そうでしょうね、はい、非常にシューバー選手も慎重ですね、はい、うん、非常に慎重ですよ。おー、ローキック返していきます。いや、すごい体中汗まみれです。右のローキック、やはりローのキレ、バンダレーシューバーが上か。体を振りながらじわじわ詰めていきます。汗で光る。やっぱり、むやみにタックルって切られてがぶられて上に乗られてっていうか、はい、パウンドも非常にね、はい、シューバー選手強いですから、うん、積極的にタックルはいきませんよね。そうですね、まあ、それだけにこの打撃のフェイントの後の攻防、あーっともらった、膝が膝がかくっと進んだ、サイドフック、
らしいです。やっぱりバンダル10番だね。そうですね。最後の藤田選手の精神力も最後の、それを上回ったミドル級の絶対王者、改めて強い。Tú eres poderoso, soberano eterno, que reina sobre todas as nações. Quem não te louvará, meu Deus? Quem não te louvará? Isso aí é a prova de que Deus pode tudo. Muito obrigado, meu Deus. Eu fui convocado meio que de última hora para lutar aqui no GP, mas como todos vocês queriam que eu lutasse, eu aceitei. スーパーアリーナのファンから惜しみない拍手が送られます。Vocês são o motivo de eu estar aqui hoje. Eu treinei muito. Eu não gosto de dar desculpas antes da luta, mas há três semanas atrás eu quebrei uma costela e mesmo assim eu estou aqui hoje porque Deus pode tudo. E agradeço mais uma vez. Agradeço muito pela torcida de todos vocês. Vocês são maravilhosos. E por causa de vocês, que o Pride é o número um. Vou treinar muito e vou vir aqui em setembro para dar mais um show para vocês. Pride, never die! Arigatou!